はい、こんにちは。今日は、弘前大学の医学部の問題を紹介いたします。私時々、定石通りなんて言って言い方しますが、定石っていうのは囲碁だと石であって、将棋だと定まった跡になります。囲碁と将棋で字違うんで、まあ数学は囲碁でも将棋でもないんで、どっちでも構わないと思うんですが、結構囲碁から来た言葉って多くあって、まあ例えば、ダメとか、そんなのダメだよのダメ、これは囲碁から来た言葉ですし、布石を打つとか、あとはまあちょっとかなわねえなって言われて一目置くなんていうのも、これも囲碁から来た言葉です、ね。まああと、こちらで読めますか。おかめ八目、はたから見てる方が実際の対局者はまあ熱くなっちゃってるんで、はたから見てる方が八目よく見えますよと。八目は囲碁の、まじ囲碁詳しくないんですけど、囲碁の、まあ、勝敗は目の数で決まる。将棋はまあ、言葉、王手をかけるぐらいしかないですけど、王手をかけるって、さあ優勝するぞって時に王手をかけるって言いますけど、将棋は王手かけるのは別に取ってことなくて、詰ますのが大事なんで、本当に強い人は、最後勝つ瞬間しか王手かけないのが本当に強い人です。で、まあ、そんなのはいいとして、で、この問題なんですが、じゃあ定石はこの問題が何かっていうと、どうやら数学的機能法らしいです。引用元の問題集が数学的機能法で解いてたんで、私やり方違ったんで、おめえの余計な解説なんかどうでもいいから早く答えにするという人には、これが、引用元の、数学的機能法によるピントは出てる。まあ、早く答え見せろという方はこれを参考にしてくださいと。私やり方違うんで、まあ、じゃあどうやったかっていうと、35の倍数であることを証明するのに、なんだこの23はと、素数じゃねえかと。まあこれらも素数ですけど、でじゃあ何がこれ35と関係あるのかなっていうと、まあ35から12引きゃこうなると。で12ってのはまあこれとこれの足し算だと、5と7の。じゃあまあとりあえずこの23ので、まあ 2n 引く1ってことは奇数だっていうことがまあちょっとポイントで、じゃあこれはどうなってるかなっていうと、まあ35と関係させたいんで、35-12の 2n-1 乗と。で、まあこれ例によって二項定理で展開してやると、まあ最後のマイナス12のこれ乗以外は全部35の倍数だと。35の 2n-1 乗足す、まあ途中で点で最後がまあ、最後の手前が 35×-12 の 2n-2 乗かな。で、足す最後がマイナス12の 2n-1 乗と。ということは、まあ、要するに、ここら辺は全部35の倍数と。で、2n-1 っていうのは、これ奇数なんで、2n-1 は奇数なんで、マイナスの奇数乗だから、結局これは括弧がないのと一緒ということで、23の 2n-1 乗は、結局35の倍数引く12の 2n-1 乗と。じゃあ次、ご質問と。で、これも奇数乗だっていうのがポイントで、奇数乗足す奇数乗は因数分解できるんですよね。3乗同士が足し算と残り2乗マイナス xy プラス y 乗というふうに、奇数乗同士は、因数分解できると。まあ、ちゃんと3乗だけじゃなく、何乗でも大丈夫なのっていうのを示すと、x の 2n-1 乗で、x の 2n-1 次式と見なすなら途中全部0で、最後に定数の y の 2n-1 乗があって、これ定数です。で、これを因数に持つだろうっていうことで、組み立て情報で割り算してやると、まあ、マイナス y を立ててあげて、で、係数だけ考えると1。で、マイナス y。で、足してマイナス y で、で、マイナス y かけて y 次乗。で、足してマイナス、y 次乗で、で、マイナス y の3乗になった時に、ここにだから奇数乗があれば、ちょうど0になって割り切れると。で、まあ、引き続き、こうやって、今度 y の4乗で、y の4乗で、ここに奇数乗なら割り切れると。ということで、結局最後、奇数乗ならここに y の 2n-1 乗のマイナスが登場して割り切れます。ということで、じゃあ、この5の
2n-1 乗足す7の 2n-1 乗っていうのは5足す7で残りは5の 2n-2 乗で、途中は全部 5×7 が登場します。5の 2n-3 乗 ×7 で、まあ、次まで書くなら5の 2n-4 乗 ×7 の2乗で、ずっと来て最後が7の 2n-2 乗で、じゃあここも同じく途中は全部35の倍数と、じゃあ m と。すると、まあ、これがですから、12×5 の 2n-2 乗と、まあ、じゃあ最後の先書いておくと、足す7の 2n-2 乗と35の倍数と。じゃあそうすると結局、様式は、これと、これですね。これとこれ。なんで、12×5 の 2n-2 足す7の 2n-2 足す 35m と足す 35n-12 の 2n-1 乗と。じゃあここで、この式が結局もこの式なんで、35の倍数はもう横に避けちゃっていいので、 12×5 の 2n-2 乗と7の 2n-2 乗と、こいつを12でくくってやって入れてあげると、引く12の1個だけに12が前に出るんで、結局 2n-2 と、残りはもう35の倍数はまあ、じゃあプラス35の、なんとかもうまとめちゃっとけば、こいつは全部35の倍数です。じゃあもう、ピッと。じゃあ、あとは要するにこれが35の倍数であることが言えればいいんですが、じゃあここで、イコール12括弧、じゃあ、それじゃなくて、ここだけ、こいつだけちょっと。12の 2n-2 乗は5たす7の 2n-2 乗と。12の 2n-2 乗は、12たす5たす7と。で、これも、5の 2n-2 乗と、途中は全部 5×7。で、最後が7の 2n-2引く2乗で、途中は全部35の倍数ですと。やはり 5×7 が入っている。じゃあ結局、これが元の式で、これは、12×5 の 2n 引く2乗足す7の 2n 引く2乗で、引くこれですね、引くこれ、引く括弧5の 2n-2 足す7の 2n-2 足す 35q と、まあ、これ、プラス 35p。で、これも結局全部35でくくれることになりましたと。イコール12。で、これで引き算なんで、これとこれが消えてくれると。じゃあ 12×35q と 35。P なんで、結局全部35でくくれました。35の倍数ですと。まあ、こんな、もうちょっと答案に書くなら丁寧に書かなきゃいけませんが、一応これで35の倍数だということは示せましたということです。じゃあ、ありがとうございました。